舞伎俳優、市川猿之助被告、47、の事件により公開延期となった、天海祐希、56、の主演映画、緊急取調室ザ・ファイナルが、早ければ12月にも、再撮影されることが、分かった。同作は、テレビ朝日で2014年にスタートしたドラマの劇場版。警視庁、捜査一課の取調べ専門チーム、緊急事案対応取調べ、班イコール通称キントリを舞台に、難事件の解決に挑む。猿之助被告は、劇場版でラスボス、内閣総理大臣役を演じていた。当初、昨年公開予定だったが、同年7月に起きた安倍晋三元首相の銃撃事件を考慮し、延期に。仕切り直して、今年6月16日に封切りとなるはずだったが、今度は猿之助被告の事件は発生し、暗礁に乗り上げてしまった。猿之助被告は、両親と一家心中を図った。自殺幇助、罪で7月28日に起訴、同31日に保釈された。主要キャストである猿之助被告の事件でお蔵入りも噂されましたが、制作費含め、手10億円以上を費やしており、そう簡単に決断できる問題ではありませんでした。協議の結果、猿之助さん出演シーンの撮り直しで動くことに、決まりました。映画関係者、出演者やスタッフの間では、天海さんのために、という気持ちが強いという。天海さんの集大、成ですからね。これでキントリし、リーズは最後。それが公開されずに終わるとい、うのはあまりにも悲しい。共演者は、売れっ子俳優ばかりですが、再撮と聞いて、各自が、天海さんのためにスケジュールを調整し、ています。同関係者の話を総合すると、早ければ12月から撮り直しがスタートするという。その一方で、肝心の猿之助被告の代役が決まったとい、う話は、まだ現場には降りてきていない、同。制作サイドは、天海と同じ、大手芸能プロ、剣音に所属する、唐沢俊明や反町隆史のほか、キントリの脚本を担当した井上由美子氏と連ドラでタッグを組んだ、経験のある、上川隆也らに内々に打診しているというが。ここに来て、織田裕二さんの名前も浮上しています。出演中のテレ朝ドラマ、執行。犬と私と執行官も好評。このドラマで、織田さんは、主演を、伊藤沙莉、さんに譲り、自身は脇役に回った。今なら、猿之助被告の代役もワン、チャンあるんじゃないか。イメージ的にもドンピシャなんですよね。芸能プロ関係者再撮時期が12月と具体的に出てきたことで、代役選びは最終段階に入ったとも解釈できる。天海の集大成は日の目を見るか。